桑田和子のオンラインミニ講義第4回です。1回目、貢献から始める。2回目、成果から考えよう。そして3回目、前回ですね、約束を守ろうというお話をしてきました。この3つですね、これは基本の考え方です。考え方、そして行動の仕方、それがここまでとなります。で、今回からは自分の特性や個性を知るための話をしていきたいと思います。まずなぜですね、なぜ自分の個性とか特性を知る必要があるのかっていうことなんですけれども、皆さんね、自分を生かして人生を歩んでいきたいと思ってらっしゃると思うんですが、その自分を生かすっていうことを考えた時に、まず大事なのは自分を知る、自分の特性とか個性をよく知ることです。知らなければ生かしようもないというか、まあ、すでに生かされている場合はね、もちろんあるんですよ。もちろんあるんですけれども、それをさらにもっと生かそうとか、まだ自分が気づいていない部分、気づいていないけれども、人よりも優れてできることがあるとしたら、そこをもっと伸ばしていくといいですよね。ということで、まず、自分の個性や特性を知るっていうことなんですが、人ってね、一人一人全然違う個性を持ってるじゃないですか。だけど、なんかこう、みんなはこうしてるからとか、ね、自分が我慢しているのになんでみんな我慢しないんだとかっていうので、結構こう SNS なんかでね、こう発言したらこうそれを叩いてくる人がいるみたいな現象が起こったりしてますよね。なんかもともと人って一人一人違うし、みんなが同じことを考える必要はないし、みんなが同じようにする必要も全くないんですけれども、どうもこう日本という国の中ではこういうものなんだみたいなところを採用していっている人が、まあ、少なからずいるというふうに感じています。で、生まれてから今まで育ってきた環境というものだったり、親とか学校から言われた、その受けてきた教育ですね、そういう教育環境、教育の中で人っていうのはね、そこに合わせようとしていっちゃうんですよ、誰もが。すごいこう、なんか私は私でガンガン行きますみたいな、まあ、そういう個性の人でも、やっぱりなんていうのかな、そこの環境の中で、特に小さい頃って自分で選べなかったりするので、その環境の中で自分がうまくいくっていう方法を採用してきていると思います。というのはですね、人間というのは誰でもが、その今いる現在地の中で、そこからうまくいく、ね、うまくいく方向ですね、うまくいくという方向を向かっていくし、正しいことをしようとか、より良くなろうとかっていうことを必ずしていくんですね。それはもうその人がなんかすごいこう、なんか根性がひねくれていたりとかしても、その根性がひねくれたその人にとってのうまくいくっていう方向に向かっていっています。ですから、人間というのはいつも前向きです。前に向かってる。ね、他の人から見たら、それが、それって前っていうより横じゃないですか？ちょっと曲がってませんか？っていう時にも、本人は前向きに向かっていってるわけですよ。ですから、なんていうのかな、その、今までね、育ってきた環境っていう、環境、まあ、社会とか、この国とか、家庭、学校、会社みたいな、そういう周りの環境の中で、人間っていうのはうまくいくを、自分にとってのね、うまくいくを採用しているんですね。で、その自分の個性とか、そういう、まあ、特性とかに合う環境でなかったら、自分を生かすっていうのはなかなか難しいわけですよ。まあ、それはわかりますよね。なんかすごく自由にやりたいタイプの、まあ、そういう個性を持った人が、もうきっちりきっちりこう時間が決められた中でやっていくとか、もうルールが決まってすごい厳しいところでやっていくってなったら、なかなかこう自分の個性っていうのは生かされないし、結構精神的というかな、心も辛かったりするかもしれないですよね。で、反対にね、そういうまあなんか合わない時ってすごくよくわかると思うんですけど、反対にとても良い環境、ものすごくうまくいってますっていうのも、なんかその環境の中でうまくいっているがゆえに、もうこれでいいじゃないかとか、ここでうまく成果が出ているから幸せでもあるし、成果も出ているし、これでいいじゃないか
ってした途端にですね、それ以外の環境で使われるその人の個性とか強みとかそういうものがもうなんか全滅しちゃうわけですよ。ってなるとそれはそれで自分を生かせていないっていうことになったりもします。まあ、このシステム D クラブの皆さんは自分の可能性に向かっていこうということですので、ご自分の個性、いろんな個性があると思いますから、そこを知ってとどん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 いろんなことにトライしていってほしいと思っています。はい、でそうですね、今日は、強みや特性を知ろう、個性にもものすごくいろんなものがあるんですが、まあ、中でも分かりやすいところで強みっていうものや特性というものを知っていってもらいたいと思います。強みってね、皆さん聞いたことがありますか？就活とかをねする人たちって強みってよく聞くんじゃないかと思うんですが、ここでは世間で言っている強みっていうものよりももうちょっと限定したものをとしての定義を使っています。強みというのはその人がもともと持っている、生まれながらに持っている特別な力、まあ、特別な力っていうとね、何超能力とかって思うかもしれないんですが、まあ、超能力持ってる人はねそれはそれですごい強みですけれども、そうじゃなくって、そうじゃないものでも自分にはあまりにも簡単にできてしまう。でも周りを見回すと他の人はそうでもないとか、やるのに努力が必要だったりするっていうような、そういう物事とか、まあ、そういうことがすごいたくさんあるわけですよ、一人一人の中に。強みってね、生まれつき持っていて、まあ、その3歳ぐらいまでの間にすごく脳のシナプスがそこをすごくいっぱいこうつながったっていうものとか、DNA 的に持って生まれてきているものとか、いろんなものがあるんですけれども、由来はまあいくつかあるんですけれども、まあ、ここではそんなに深いことは考えなくて結構です。もともとあるお宝が、皆さんの中に何百個も眠っているっていうことなんです。でお宝何百個も持って生まれてきて、で使っているお宝もあるけれども表に出てきてね、もうすごいこう輝いている宝物もあるんですけれども、そうじゃなくってなんか眠っているお宝がいっぱいあるわけですね。でそれをね気づく、あるっていうことをまず知る、気づくっていうことが大事です。だからもともとあるお宝は当たり前すぎて、自分ではちょっと気づいていなかったりすることがすごくよくあります。例えばね、例えば会社とか、家族でも何でもいいんですけれども、なんでこの人こんなことできないのってちょっとイラッとする時とかって、もしかしたらそれがあなたの強みである可能性もあるんですね。まあブロックの可能性もありますよ。ブロックの可能性もあるんだけど、自分が当たり前にできすぎるがゆえに、周りの人ができないときに、ね、なんでこんな普通みんなできるでしょって思っちゃうみたいなこと。前も言ったかもしれないんですが、私は どっか買い物行って、まあスーパーでも何でもいいんですけど、レジ袋に、なんていうのかな、こう品物を入れてくれる人がすごいバランスの悪い入れ方、なんかこっちばっかり重いとか、袋その、買い物した量と袋の大きさが合ってなくてすごい大きい袋にわーって入れてるとか、ああいうのがね、なんかって思っちゃうんですよね。でもこれ私のそういう空間把握系の強みなんですけれども、なんかそういうことって皆さんないですか？ここにピタッとはまりますよねって分かっちゃうとか、こういう段取りでいくとうまくいくのになんでみんなやらないんだろうって思っちゃうとか、私は割とマルチタスクなので同時進行でいろいろやっていたりとかするんですが、シングルタスクの方にとってはそういうのって全然なんかできないみたいなこととかあって、で、これはどれがなんか良くて、これはダメだとかそういうことではなくて、一人一人が全然違う強みを持っていますよっていう話なんですね。だからみんな一緒とかじゃないわけです。もう大前提がそこです。みんな違います。
みんな違うし、みんなすごいところを持ってるし、みんなダメダメなところも持っているっていうことなんですね。ですから、まあ、自分のダメダメなところばっかりに目を向けててもしょうがないので、自分のすごいところに目を向けるっていう習慣を持ってください。で、その自分のすごすぎるところは当たり前すぎて、さっきも言いましたけど、当たり前すぎてなんか気づかないっていうことがすごくよくありますから、その眠っているお宝を発掘していくことが必要になります。そして今日はですね、まあ簡単にできるものとして、まあ皆さんにやっていただきたいものがあります。ご自分がいるときといないとき、いるときといないときで、どう違うかっていうのを周囲の人に聞いてみてください。一人じゃなくてね、何人かに聞いてみてください。家族とか、昔ながらの友人とか、仕事の仲間とか、まあ、ある程度、こう、なんか、ある程度の期間一緒にいたことがある人がいいと思いますが、まあ、その人が存在するだけで周囲に影響を与えてしまってるんですね。何にもしなくても。なんかいませんか？お近くとかにね。なんかこの人が来ると、すごいなんか場が和むみたいな方とか、反対に、この人何もしてない、誰のことも何とも言ってないのに、もうその人がこう座ってると、なんかこうピリッて、場がピリッてするっていうような人とか、いると思うんですよ。で、それってこう自分のことになると、自分がいない時の様子がわからないじゃないですか。自分がいる時はわかるけど、いない時と比べようがないので、自分がいる時といない時でどう違うか、雰囲気がどう違うかとか。もしかしたらね、お子さんに聞いてみたら、お母さんがいないときはみんなリラックスできるとかね、言われちゃうかもしれませんけど、まあ、それは冗談ですが、まあ、そうやっていろいろ聞いてみてください。はい、存在するだけで、周囲に出している影響、ね、これが、割と深いところの強みってね、なんか割と本質に近いところの強みっていうものを見つけるときに、必要になってくることなので、小手先の何がどうできるかっていうことよりも、まず最初にっていうかね、これ、まあ時間かかるんで、自分がいるだけでどんな影響を与えてるかって知るのって結構時間かかるので、最初からずっとそこに注目していくといいですよっていう話です。はい。あともう一つはですね、こちらです。小さな頃、夢中になってやっていた遊びは何ですか？小さな頃、これはね、小学校とか入る前がいいですね。集団生活をする前に、周りの子たちとか、あるいは一人でとか、兄弟とか、いろいろあると思うんですけど、どんな遊びに夢中になっていたか、もうすごくこう、時間を忘れて没頭するようなことはあったのか、あるいはそういう没頭とかはないけど、すごくいろんなことに挑戦っていうか、あれもこれもやってみたいみたいな感じで、何でもこう、やってみるタイプだったのか。っていうようなそういうのを見ていくといいですね。同性と遊んでいたことが多いのか、ちょっと二択でやっていきましょうかね。外で遊んでいたことが多いのか、家の中インドア派だったのか、一人とか、まあ、お友達二人とか少人数で遊んでいることが多かったのか、結構大人数で遊ぶことが多かったのかとか、体を使ってなんか駆け回ったりするようなことが多かったのか、手先を使って何かするのが多かったのか、絵本を読むのが好きだったとかね、テレビで見て何かモノマネをするのが好きだったとか、いろいろあると思うんですけれども、ちょっとこれ思い出してみてください。その中に傾向って何かないかなっていうことなんですね。その中の傾向で今も、あれもしかして今につながってるんじゃないっていうようなところがあったとしたら、やっぱりこう、それって個性だと思うんですよ。で、これはね、自分一人で考えててもちょっとわからないというか、人との違いがわからないみたいな感じになるので、いろんな人にね、聞いてみたりするといいですね。あなたどうだった？みたいな。そうすると、こう、そんなことして遊んでたの？みたいな感じで、全然自分と違うっていうのがわかったりします。私が聞いた中では、なんかずっと自転車に乗って家の周りをぐる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 走ってたっていう人もいましたね。あるいはこう、同じ自転車に乗るのでも自転車に乗ってどこまで行けるかガンガンずんずん進んでいってたみたいな人もいましたね。
そういうのってちょっと今回は考えてみてください。でまたね、いろんな人とシェアできたらいいんじゃないかなと思っています。はい、それでは今日の、ミニ講義は強みに注目しよう、強みに注目しようっていうことで、まあ、これはまた、強みのことはね、またまたいろんなところでお話ししていきたいと思います。今日は本当に軽く、他の人が持っていなくて自分が持っているものっていうのが強み、そういう力ですね。そして自分がいるだけで周りに影響を与えているっていうのはどういうことかっていうのを注目してみましょうということでした。それではまた。